最近なかなか寝れない、早く目が覚めてしまうとお悩みになるようなことありませんか？睡眠はなぜ必要なのか、どんなことで睡眠時間が短くなっているのか、原因を知って睡眠時間を長くしたり睡眠の質を高める方法についてぜひ一緒に確認してみましょう。メディカルドッグ。一般的にはおおよそ睡眠の役割は9つあるというふうに言われています。一つ目が有力な説というふうに言われているんですけれども、一つ目の睡眠の役割はエネルギーを蓄えるというふうなことで、人間一日中動いているとエネルギー、カロリーを消費してしまうので、夜や日中とかですね、睡眠をとることによってカロリーを抑えるっていうふうなことが一つの役割と言われています。現代だと思い当たるようなことがないって言いますか、それって本当って思いがちなんですけれども、すごい太古の昔、原始時代の時から人間の体はそこまで大きく変わっていないので、その頃は夜電気とかもなかったので、暗くなると身の安全とか守るために寝てカロリーを消費しないで、食料とかも取んなくても大丈夫っていうふうなことのために睡眠が取るっていうふうな役割が出たんじゃないかっていうふうに言われています。2つ目は食欲の低下と体重管理なんですけれども、夜動くとどうしてもお腹空いたりとかしてしまうと思いますので、そういったところを昔からなんですけど、お腹空かないようにするっていうふうなこと、食欲低下ですね。でそれに伴って体重も動くことによって痩せることがないようにするのももちろんですし、食べて太らないっていうふうなことをするためにも今睡眠は一つ重要な役割を担っているっていうふうに言われています。3番目としては適切な血糖値の管理なんですけど、こちらに関してははっきりと今科学的な根拠も分かっていまして、睡眠不足になるとグレリンっていうホルモンが増えてしまって、グレリンは食欲を増加させてしまうホルモンなんですけど、そのホルモンがたくさん起きてると出てしまうので、睡眠不足だとその影響でもっと食べたい、もっと食べたいっていう風に、なんか朝ごはん、昼ごはん、晩ごはんとか食べ過ぎてしまうっていう風なことがあるので、それに伴ってですね、食べ過ぎると血糖値が高くなるっていう風なことがあるので、ちゃんと寝ることは適切な血糖管理を行う上で必要なものです。4つ目としては生活習慣病、よく高血圧、脂質異常症、昔は高脂血症って言われましたけど、あとは糖尿病、もう一個加えてメタボリックシンドロームとか、正確な定義ないんですけど、4つの病気とかの発症も睡眠不足だと起こりやすくなってしまうので、きちんと睡眠をとることで食欲のホルモンとかですね、バランスを保つっていうふうな目的で睡眠は重要な役割を担っています。メディカルドッグ。5番目として体の臓器とか細胞の修復っていう風なところで、筋トレ大好きな方とかもちろんだと思うんですけど、ちゃんと寝ることによってで間に体の筋肉だったり骨だったり軟骨だったり頭の機能も守ってくれるっていう風な、維持してくれるっていう風な効果もあります。6番目が免疫力アップというところで、寝ることによってそういったホルモンとかの影響で病気になりやすいとかですね、そういったところがなくなってくるので、睡眠とることによってホルモンバランスを整えるっていうことも必要かと思います。7番の脳の機能の維持なんですけど、体の中が寝てる間に脳の中に溜まったタウタンパク質っていうゴミのタンパク質が脳を掃除してくれるので、アルツハイマー型認知症はタウタンパク質っていうのが溜まって起きるっていうようなことが一つのメカニズムと言われています。寝ることによってちゃんと脳の中も整理整頓清潔してくれるっていう風な環境を保ってくれますので、睡眠は脳の機能を維持するためにも大切です。あとは心の健康の維持っていう風なところで、直近の厚生労働省が出しているような統計資料にもちゃんと出ているんですけど、睡眠時間が5時間から6時間未満の方だと、うつ病とかですね、心の病の発症するリスクっていうようなところが明らかに多くなるっていう風なことも分かってますので、一般的な大人だと6時間から8時間くらい、おおよそ7時間くらいだと思っていただければと思うんですけれども、きちんと睡眠をとることでメンタルヘルスも保つことが
できます。最後9番目として、同じように感情の整理ですね。喜怒哀楽、楽しいと思うものを楽しいと思ったり、悲しいものだったりとか、人に怒られた時とか、まあ、怒りのコントロール、アンガーマネジメントとかとも言いますけど、まあ、ちゃんと寝ることによってアンガーマネジメントもできますし、自分が本当に楽しいと思ったこと、したいと思ったことに対して、これって本当に楽しいんだなって喜びを実感できるのも、ちゃんと睡眠をとっていることで味わえる人生の楽しみなのかなと思います。例えば夜中寝れないのはスマホを見て寝れないとかでしたら、スマホ面白くて寝れないんだよねみたいな、自分はこの行動を変えられないんだよねって分かってるんですよ、合理化してるんですけど、それを裏返してスマホさえやめれば、例えば別のお部屋にスマホを置いて距離を置くとかですね、そういうのをデジタルデトックスって言うんですけど、そういうふうなことをすると寝れましたとかですね、あ、自分もやればできるっていうような、その裏返しの問題を作ったところの、どう課題を解決するかっていうのができれば誰でもできると思います。抗えないものももちろんあるんですけど、太陽が東から昇って西に沈むっていうのは変えられない真実で、受け入れないといけない、そういうようなものももちろんあるんですけど、やっぱ変えられる事実もあって、糖尿病とか己の欲望と向き合って、どこまで行けば満足で、どこまで行くと不満足かっていうのを向き合うって言いますか、それができてないといろんな生活習慣病とかなっちゃう人が多いのかなと私は思ってます。